と、あ、聞こえてますがね、先生、この画面の文字が見えてますかね。これが見えたんでしたら、もうちょっとすみません、顔を見せようかなーって思ってるんですけれども、はい、そうですね、私本日タイトルはお母の実の能力者たちよ。まだけ大口を叩いていながら、なんと2年ぶりの寝坊ですかね。はい、すいません、本当にもう先生ちょっと顔からいいですか。すいません、ごめんなさい、ちょっと顔見た方が、先生本当に話す、あ、こんにちは。本当に入る穴があったら入りたいみたいな感じは本当にやるんですけど、いや、まあそうですね、でもまあもう逃げも隠れもしません。この度は大変申し訳ありませんでした本当にすいません、めっさ寝てました。え、バカ眠い眠む、読みつきよな、2時に寝たはずなのに、20分オーバーで寝たから結構元気です、おかげさまで。いやー、ちでやったーあー、うちの2年間無遅刻無欠席だー。すやすや寝れてよかったですね。取り急ぎ今朝のパンツの色お伺いできますでしょうか。そうっすね、遅刻したから言いますけれども、今のパンツの色は白に水色のギンガムチェックです。今日が初リアタイでした。ごめんね、寝てて。100年に1回ぐらいあんだけどね、ごめんね。言い訳タイム入っていい？前日外に出てたんですよ。ちょっとバタバタしてて、寝る時間が本当になかったんですよ。3時間半とかで、ビッグでエイペックス配信しようって言った時、目と1時間半とか2時間ぐらいしか寝てなくて、寝てないアピールとかではないんですけど、ビッグにマジですまんと、1、2時間だけ寝かしてくれんかってお願いするぐらい、まあ、寝てなかったわけ。単刀直入に言うとね。あ、そう、配信始まってふにゃふにゃだったでしょ。あれは、ガチで1、2時間だけ寝かしてもらった後のやつ。で、ビッグの配信終わって、うわー、やっと寝れるんだ、うわー、今。やっばーい。携帯開いたら8時20分。もはやもうなんか焦り消えたよな。携帯見た瞬間やばいってなったんだけど、でもなんかもう顔面蒼白になって、なんか一瞬で焦り消えた。もう、あ、終わったんだなって、あたいって終わったんだなみたいな。5分刻みで 1,2 時間くらい鳴らし続けんのおすすめ。それで俺は月1で寝坊してた。だからさ、ごめん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 、寝坊してるやん。寝坊してたらあかんのちゃうんそれ。よ、こもり、今車で長距離移動中なんだけどさ、車酔いしないように酔い止め飲んだのに自分に酔っちまったよ。ははは。ほんと、なんか、お元気でよかったです、ほんとに。気をつけてくださいね。腰とか、腰痛とか気をつけてくださいね。ははは。メトに会いたいから休日なのに朝から頑張って起きてよ。キュンだけど寝坊してすいません。すいません。こちらは本日20分遅刻。申し訳なーい。目とは違う気持ちなんだね。いやー、ちょっと、いや、すいません、ね、そういうわけじゃなくて、すいません、ちょっと本当言い訳とかになっちゃって申し訳、いや本当に、もうこれをね言ったらね、ちょ、言い訳にはなりますし、本当になんかもう なんとお伝えしたらなんかいいんでしょうね。もう本当一言言うんだったら、本当すいませんでした。20分寝坊したけど2分はこれ作るためにかかった。遅刻くらい許すよ、エルデンリング勘弁してもらえないっすかねセキロをやるわ。じゃあ、わかった。わかった、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 わかった。みそぎでセキロをやるのはどう？みそぎセキロどうよ。なんでエルデンリングはダメかっていうと、引退するときにエルデンリングやるわっていう話をもうしちゃってるから心配する奴らがいる。今日の配信だけ見に来てない人とかも、まあもちろんいるわけやん、中には。で、突然メトがエルデンリングを始めてみんよ。え、メトちゃん引退するのかなって。心配する人たちがいるやん。それがあるからね。じゃあやるか、赤老。ちょ、腹をくくるわ、マジで。
なんか重い腰上げてない？いや死ぬほどね、2トンあるこの腰、重すぎる、普通に嫌。ジャンプキングいいよ。やめとね、アカリンのジャンプキング見て、メトがやってる気持ちになっちゃって、そう、アカリンがミスるのもわかるし、絶対自分がやっても無理なんだよ、いけないんだけど、もうほんとアカリンのジャンプキング見てめっちゃイライラしたから無理だ、絶対できないあのゲーム。じゃあシンジさんにもイライラした、シンジさんにもめっちゃイラついた、あのテレレレレレーン、テレレレレレーンレレーンみたいな、あの BGM にさえイラついたもん、目とマジでイラついたかも、絶対できんわ。トミパーチ、痛い、やめて、痛い、ありがとう。ヒンビンタやめろ。今日は何言っても怒んない。まあ今日はね、まあちょっとやらかしてる身ではあるから、まあ今日はさすがに怒れないよ、みんなのこと。よーババア、今だって言ったー、こらー、なんとこらー、定時でお疲れ様でした。やーだねえ、まだ目と今日に満足してない、やーだ、遅刻したから、あと20分待って、まだやりたい、満足してないよ、100分もやってないやんか、満足いかないよこんなんじゃ、もう2時間やんないと満足できない体なんだよ。そりゃわかるよ、リスナーのみんなにも予定があるのは本当にわかる、今日は本当メトが遅刻したのが悪い、それはそう、それはもう100ゼロでメトよ、100ゼロでメトだけど、頼むよママになってくれるなら延長許可します、すいません、母性は兼ね備えてないので帰ってください。彼女にデート遅刻するっていうとか、もうそれだけはいけ、お前に本当に彼女という存在がいるのであれば、それだけは絶対遅刻すんな。ホラゲやらなくていいから ASMR やってくれ。今日はマジでその下手に出るターンだから、申し訳ないのはいっぱいいっぱいよ、申し訳ない気持ちはいっぱいいっぱいだけど、本当にメトは獄中に入った時でしかも ASMR は絶対やらへん。138番出てこーい。みんな耳かき中だけどごめんね、ちょっと呼ばれたから行ってくる。で配信終わる。インペルダウンメト、鉄格子のゴリゴリ音聞かせてみんなこれ聞こえる？今メト檻の中寝過ごした、今日リアタイ無理かと思ってたけどまだやってる。なんで？君のため、君を待ってたんだよ。おはよう、君のために決まってるじゃん、もう遅いよで本当はね、申しました。皆さん本日はね、本当にもう待っていただきマジで本当ありがとうございました。ほんで、ね、もう一度言わせてください、ほんとすいませんでした